牛乳を加えてまろやかに仕上げました。アサリのカレークリームスープをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずアサリは殻と殻をこすり合わせてよく洗い、ぬめりを取ります。しめじは石突きを除いて小房に分けます。玉ねぎは2センチ角に切ります。セロリは粗れ切りにします。鍋にバターを熱し、アサリ、しめじ、玉ねぎ、セロリを入れて炒めます。白ワインを加えましょう。材料 A の薄力粉、カレー粉、塩コショウを加えてさらに炒めます。牛乳とコンソメスープを少しずつ注いで溶き伸ばします。器に盛り、パセリ、粒コショウを散らせば出来上がりです。刺激的なカレーの辛さと牛乳のクリーミーさが絶妙なバランスです。ぜひお試しください。